これは僕の私物なんですけどね。そうそう、アルバム、ね、きっとすごいアルバムを作るよという話は僕ちらっと前に会った時にも、うん、あの聞かせてもらっていたけど、うん、これも手抜けないね、あなたは。そうなの、ね、これはね、生身の僕がね、バーンと。あの、大体予定ではどのぐらいの時間でこれを作ろうかなって考えてたの、うん、当初の予定では考えてなかった。そうだけどね、考え、うん、全然考えてないの、そんなの、ないつまで作らなくちゃいけないっていうの。でもね、うん、もう人が決めてんのね、いついつまで出しなさいっつって、うんうん、そうだよね。で一回伸びてすんごい怒られたんだよ、うんうん、で一回伸びてすんごい怒られたのがさ、スタッフだけならまだいいわけ、うん、ファンが怒ってね。一番今回のアルバムではあのやりたかったことは何だったっていうかね、何、レコーディングとかしてるときはね、もう行っちゃってんの。あ、行っちゃってるってこういう感じ。あっちあそこにいるなみたいな、うん、もうどっか、もう遠くに行ってんの、うんうん、はぁーみたいな、うん、でね、気がつくとね、で、どんな LP になってるか自分は全然分かんないわけ。あ、そう、うん、もう C 書いてるときも、オーケー、もう天才バーって書いてるわけ、うん、バリバリとか思って。前さ、バイブルっていう曲あるじゃない。あれ帰ってる時に面白い話が、面白い話っていうかさ、一生懸命書いて、おーげー俺はなんて天才なんだと思って、すっげーとか思って書いてたわけ。そしてさ、出来上がってみて、次の日もうそのまま寝て、で次の日起きてみたらさ、愕然としてさ、なんでこれは怒られると思ってさ怒られる、うん、もう偉い人に、レコード会社のトップの人に、なんて詩だと思ってさ、怒られるだろうなと思ってさ、うん、で、まあ出したわね。35の中年と恋してるなんてどういうことなんだっていう歌じゃない、うん、俺の方がいいじゃないかっていう、パッてやる歌じゃない、うん、でさ、よく考えたらさ、うん、一生懸命僕のために応援してくれてる人ってそんぐらいの年齢じゃんまずいじゃんみたいなさ、うん、俺じゃ中年かみたいなさ。実際ね、うん、みんな苦笑いしてね、怒ってたよ。怒ってた、うん、いや、そのだ、そういうことがものすごい多いのね。だから出来上がった後なんか、あーとか、おーとか、こういうものを作っちゃったんだって、うん、今回の LP もすごいそういった部分でそうだったよ。作ったと、あーみたいな。でも本当にさ、もう4回も会えたわけだから、うん、俺なんかまだ幸せもんだよ。ファンの人なんてね、こうして会うのなんか1回か2回目ぐらいの青森でもさ、うん、でもそれでもさ、まあ、たかだか4回でね、人全部分かったなんて言わないけど、うん、やっぱりやられちゃうよね、岡村君のアルバムにはね。本当？やられまくった。そう、その中でも僕は一番今日代表的な曲を岡村君の方から、うん、なんとこれよそでは見ることができないというビデオでございましてですね。嘘、本当、嘘ってそういう話になってるんですよ岡村君はそこで嘘っつったら元も子もないですからね。超大作で、うん、お友達と一緒に出てるやつを、そうそう、美味しい、ベジタブルという一つ、そちらのビデオを今日はですね、見逃すことができません。瞬き絶対しちゃいけないよ。いいね、苦しくなったら死になさいね。さあ、それじゃあ何のわけ、あ、行ってみましょう。せーの、何のわけ。六本木？あ、六本木な。まあ、あの、あそこ俺の、まあ、なんちゅうんだ、グワーデンみたいなもんだからな。まあ、俺がなんちゅうんだ、ボディコンギャルがな、通るともうこういうっていう感じでやるとな、お前な、もうギャルがもうこういう感じになるからな。いいよ、じゃあお前が言った通り六本木に行こう。うん、勉強しろ、これだ。ちょっと考えて。あ、先輩っすよ、先輩。指輪が、あの、大丈夫な。あの女の子見てみるよ。
明け方の入社言葉だけ満ちてる眠れない朝が君を包むよ窓際のキーボード指を叩きつけてこれ以上寂しくなりたくないから今答えになる愛を探して明日も同じ夜を泳いで Everybody sing もし君が泣いてたなら I give you my love Ooh yeah, ooh yeah 今すぐに君のもとへ I give you my love oh. 明日もやの中口笛吹くから Everybody sing My God, my God8月25日の金曜日ということですから今日がもう7月の最後の週なんだ明け天国だからあれなんですよ1ヶ月ないのライブまで、うん、ツアーまで、うん、こっちの方はもうすでに動き出しているというもちろんそうでしょうねリハーサルとかそうですに、なんでそれはどこであんた覚えてきたんですか分かんないけど今いきなり言ってみたんだけどでもアルバムタイトルをピーチって決めたのはそれは岡村君ではなかったアルバムタイトルはピーチツアータイトルをごめんそうだよ決めたのはやっぱ岡村君だった、うん、でもいろいろ候補あったわけでしょそうなんだけどさ、うん、今年の去年は紫色で僕言ったじゃんイメージカラーを、うん、今年はピーチ色なの、うんうん、あこれ気使ってくれてこの色になってんのいやただ単に薄まってそうなったと思うんですけどあそっかそっか、うん、ほらほらほら見えるかなほら気使ってくれてありがとう、うん、綺麗な色でも今年はそういう色そう今年は僕この色でいくの本当、うん、一番最初に会った時にはさ、うん、エメラルドグリーンという言葉を聞いたの覚えてる本人気変わっちゃったの変わっていく、うん次見えてる色ってまだそこまではないないとりあえず今年これで今年いっぱいこれで頑張って、うんうん、じゃあツアーねなんせこの間文化ホールっていうところが、まあ、満杯のお客さんが来てね、うん、でよかった文化ホール楽しかった楽しかった、うん、要するに目が禁止の人だけど、うん、お客さんやっぱはっきり見える見えるねコンサートになるとなんかハンドパワーじゃないけどさ、うん、なんか来てますじゃないけどさなんか独特のなんていうのパワーが本当、うん、終わった瞬間にこんなん出ましたっていう感じですかねそう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 本当に、うん、でねこれは僕は番組で言ったことないことなんですけど、まあ、本人に前して言うのはあれだけど実は秋に特別番組をね、うん、特集撮らせてもらった時に実はコンサートの前に文化ホールってどういう場所なのって岡村君に聞かれて、うん、あれあそこの職員の人にお願いしてさ、うん、あれなんですよ中見してもらったんで、ね、そうね、うん、でね中見してもらってねで岡村君がその時にステージに無人の真っ暗なステージの上で上がってっちゃう、うん、でね15分ぐらいかな、うん、なかなか降りてこないんだよほんだっけずっとねなんかね考えてるようなね、うん、感じでね俺カメラ回そうかどうしようか考えたけどね、うん、これは回さない方がいいと思ってね撮らなかったのだ、うん、だからねあこれでもうこの人ライブ青森やってくれる人なんだなっていうのがね、うん、なんか、うん、思っちゃったやるよ青森はやるうん本当、うん、今度もやるし、うんうん、必ず多分怒られてんだけどねその代わりなんて秋田と盛岡にやんねえもんなライブやらないで青森ばっかり来ちゃってそう大都市の多い人なのに今どこ青森だけなぜかポツッと入ってんだよねそうそうそう、うん、でもこれは岡村君がやるって言わなきゃ実現しなかったと思う、うん、だそんなことないよ本当うんでも今度の場所はその文化ホールじゃなくて文化会館っていうねちょっと広めのところになってるんですけど、うんうん、そのまあそれまで1ヶ月しかないですけど、うんまあ、こうしてね忙しい中来させた上にお願いしていいかどうかっていうさっきうんって言ったから、うん、いい？別に脱げって言わない、うん、本当？うん、マイクとギター用意したんだけど
マイクとギター用意したんだけど、うん、漫才やってくれる？違う。マキシンジのあの嘘だよ。でも、うん、やっぱり、うん、やってほしい。いいよ。いい。最後のわがまま。うん、じゃあじゃあこれ一つ皆さんの投票で僕二つリクエストがあってですね、どっちにしていいか悩んじゃってる。うん。やっぱりアウトオブブルーか、うん、いけないことかいか、どっちかやってほしい。いいよ。じゃあいけないことかがいいと思う人拍手。アウトオブブルーがいいと思う人拍手。どっちの拍手大きかった？わかんない。じゃあね、アウトオブブルーの拍手の方が大きかった。本当？じゃあアウトオブブルーにする？うん。いい。